西鉄の一般路線バスの運賃が明日から値上げになります。初乗り運賃は現在170円ですが210円に。利用者の反応は。結構上がりますね。バイト生活的にはちょっとまだ厳しい、ちょっときついかな。使わないわけにはいかないというか、運転手さんいないと困るし、路線廃止とかも一番困るから。西鉄路線バスの大幅な運賃値上げ、対象エリアは福岡と北九州です。現在170円の初乗り運賃が明日から210円と40円アップ、平均すると 12% ほどの値上がりです。ご負担をですね、お客様の皆様にお願いするということは大変心苦しいところがあるんですけれども、ご存知の通り、乗務員不足だとかですね、小物価の上昇、まずは皆様の足としてのバス事業をしっかり維持していく、そのためにはどうしても運賃改定をお願いさざるを得ないと。西鉄は利用者もコロナ前から2割近く減っているとして理解を求めました。今回の値上げでおよそ20億円の増収を見込んでいます。